マリナーズのフリオ・ロドリゲス外野手が13日、自身のインスタグラムを更新。三鷹にある株式会社ピエロの写真をアップし、なんて日だ。とコメントを添えた。同社はロドリゲスが熱中するナルト、ナルトのアニメを制作する会社で、日本を満喫しているようだ。写真、これはイケてる、フリオ・ロドリゲスが、ナルトグッズ、で笑顔。 23歳のロドリゲスは2022年に新人王に輝き、同年にマリナーズと最大17年4億7000万ドル、約718億円、の超大型契約を結んだ。今季は143試合で打率点273、20本塁打、68打点、24盗塁、オップス734だった、ダブルコート。師匠、は一チ氏。 球団会長付き特別補佐兼インストラクターで2019年春にロドリゲスが写真撮影をお願いしたのをきっかけに指定関係に2021年には当時21歳のロドリゲスと48歳の一郎氏が連日キャッチボールを行うなど親しい間柄だロドリゲスは日本の漫画「ナルト、を読んで育ち MLB 公式のカルチャー部門を扱う m l b ライフ e が X、旧ツイッターに投稿した動画では、ナルトを好きになった理由について、彼は最初は名もないただの人だったけど、そこから最も重要な人物になったんだ、と、主人公のバックボーンに惹かれたことを明かしている。過去には裏にナルトのイラストをプリントしたフットガードを使用。2024年8月28日、同29日の本拠地。 レーズ戦では、ロドリゲスとのコラボで、ナルトの額当てをアレンジしたヘッドバンドが観客にプレゼントされた。今オフは東京でのイベントも予定されており、11月になって来日。東京五輪でドミニカ共和国代表として出場した際に訪れていた選手村の前で写真を撮影したり、株式会社ピエロの後には東京ドームにある野球殿堂博物館の写真をストリーズにアップしていた。 日本を満喫する大物選手に、ファンは X で、なんとフリオが三鷹に来ていたとは生水粋のナルト好きだね。フリオってば、アニメ「ナルト」の制作会社に行ってんじゃん、日本で最高の時間を過ごしておくれ。